じゃあ、あずさ側の人で知らない人はいない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 、地元の名店中の名店、名店、まあ、そんなにお店もたくさんないんだけどそんな有名な、はい、まあ、はい、一度来なきゃいけなきゃ、うん、一度来なきゃいけないとは思ったんですけども、確かに、はい、うん、一応チャンネル登録して、チャンネル登録しやすい、噛めよ頑張れ頑張れ、休みの日だからね、時間も間違えてたしな1時だっつって、あ、そうなの？ちょっともう最近やばいよおかしいよ、では、はい、行きましょう、はい、行きましょう、タイさん、俺の太陽よ、ほらグズグズしてねえで、ああ、なにこれ、何、畳屋さんの、地元の畳屋さんのチラシ、おぉ、畳店加盟店、あるんだ、まあ、関係ねえな、よしご、畳屋あんま関係ねえんだろ、なんか気になるけどね、だってクマモン、クマモンまただよ、何これ、ズルズル、ズルズルのズルズルな仕込みやらせかも、待ってた、すげえ待ってたからいるからな、一ありがとうございます、あ、どうも、芸能人に会ったみたいだったけど、芸能人だ、お手洗わない緊張すんだけどさ、あ、席取ってくれてんだ、じゃあ、ね、もう太陽といえばトシチのもう行きつけ中の行きつけの店だから、大の我が家的ないいでしょ、この雰囲気が、転職ですか、あ、ちょっと待って、ほら、見てよこれ、太陽、あ、畳でできてるの、あ、すごい、裏町畳で、そう、トッシーんとこじゃん、ピンセイ、畳屋さんが、うん、なんかさっきから畳屋押しだよねなんかあるよ、この畳もでしょ、だから、うん、そうそうそう、ちょっとズブズブ感が握ってる感じがあるよねフォームですからね、そうじゃあ上がらさせてもらおうかな、はい、どうぞ、はい、失礼します、我らがホームタウンのホームショップだね、ホームショップ、食事どころ、ホームダイニングだね、こんな人いないよ、この店には、だいたいあのビジュアル系だから、作業服かジャージか明るすぎてサングラスしちゃってるから、明るすぎて眩しくて眩しくて太陽がいいこと言ったね、なんか昼らしくないよね、こっちの回じゃないよこれ、違うよね、これ見てこの見た目の安田がさビジュアル系でミュージシャンとマネージャーみたいな、うん、そうだね、うん、打ち合わせ中だ、そう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 、本当、再びこの4人でございますね、ですね、この緑の、はい、地元の名店を巡るシリーズ、シリーズ、トッシーとだって出会ったのが、トッシーと出会ったのがもう 4年ぐらいなんじゃない、なるか、うん、組長といえばもんね、そうそうそう、そんなにいいかというか、地元のとこにこう入っていく感じで構えていったら、うん、そういう時結構若い人がいっぱいいて、その中でも一番こうファンキーな感じで、うん、でもね、あ、そうじゃない、畳をいつも作業みたいな友達はしてないんだよ、仕事がいいんですね、そうそうそう、でもやっぱちょっと周りから目立つよ、そうそう、やっぱ違うんだよ、そこだけ、うん、オーラがあるでしょ、芸能人みたいな、そう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 、今日入ってきた時みたいな、うん、なんだこいつはと思って、うん、で、まあ、そうそうそう、で、酒すげえなの、うん、全然太ってないね、みんな周りみんな太ってんだよそんなことないよみんな太ってんだよ、オーラそんなことないみんな太ってる、大体デブなの、大体デブダメだよ太ってるね、ツルツル筋肉にキノコにするじゃん一部だけでなんかの集まりですか、これ、超会の食ってくればいいね、そうだよ、もう少しは売ってこっちに、あずさん、はい、中古買い、なんでもいい、あそこ貸して、そう、貸してその賃貸料でこっちにすぐ借りてますよ、こっちなんて0円だよね、家賃かかんないもん、酒もあるな、酒もそうだね、油だから酒アルコールか、親父の構成要素は油とお塩とストレ ス, ス, トレス、その周りをあの溶水のようにアルコールで覆ってる、溶水なんかだったら酒やめろって言われたら病気になって死ぬから酒やめろって言われたらそのことで死ぬと思う、あ、それぐらい
好きなんだ。好きというか、それがエネルギーなんだよね。だから、あの音楽だじゃん、ノーライフ、ミュージック、ノーライフ、ノーライフ、だから、そういうことでしょ。ノーアルコール、ノーアルコール、アルコール、ノーライフ、畳はもう、アル中じゃねえか。畳屋やめたら、ただのアル中じゃねえかよ、バカ野郎。楽しいね。いやー楽しい。舌も滑らかになってきたね。なってきたね。ね、お店で飲んでたらみんなそうだよね。ね、やっぱね、そう、やっぱ循環するんだね。もうね、噛みまくりだったもんね。今噛まないじゃん。噛まない。しかも出てくるでしょ。出てくる。ポンポン。病気だ。今日も今日循環中だね。これ一回チェイサーもらう。あ、僕も赤いやつ。何赤いやつ？何赤いやつ？何赤いやつ？あ、みんなでチェイサーもらう。何赤いやつ？これチェイサーおかしいだろ。おかしいでしょ。何だよチェイサーって。一番。五一ワインだね。すごいね。これ頼んでませんけど。いいだいいだ。小さいだから。やっぱこの前島行って昼飲みしたじゃんね。すげえ楽しかったね。今回もね。楽しいね。一ヶ月くらい前から年と日程決まったから、もう楽しみだったんだよ。そういう時間間違ってどういうことだね。一時って。ねえ。そう。本当。行くよって言ったら風呂上がったのが11時50分ぐらい。私どこ着いたかってここにあってもう加味して、あと1時間ゆっくりしてなんかちょっと取りだめった、うん、DVD もこう見ながら、うん、あーっつったらゆうがもう出れるって言ったかっていや、え、うん、1時だよねっつったら、うん、いや12時だよ、うん、いやいやいや、お前メッセ振り返って見てみろよ。あるあるある。一時グーって、いやグーじゃねえわって。あるあるだね。大体さ、今回ここ来るのにね、3月よ予定したんだけど、あ、ごめんちょっと都合つかねえわって返信来たんですね。あ、これもう部長の性格的に、あ、これ流れたなって。いや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 、あれだよね、でもね、その話はこの前の名古屋行った時もしてて、トッシーとって言ってて、でとにかく前回4人でやったから4人の都合が合う時にしようねってやっぱ言ってて、そうそう、もう誰かけてもっていう話はしてたよ。多分嘘かもしれないじゃん。こいつ、まあ、クソだからクソ野郎だから一回流れたらもうないなっていう俺の中で感じて、もう大体ね、うん、そういう感じだなと思ったもんで、ほうちゃんがメッセージ来てさ、うん、この何月何日どうみたいな、うん、あ、じゃあここで行きましょうかみたいな。忘れてなかったんだっけ。いや楽しいね。俺を忘れてなかったかと。くそやだから本当に。いや、いなくなったからいいよ、どんどん飲もう。飲んじゃえこれ。豆そうで豆じゃない。豆ではない。豆じゃないからこれができないで、多分無理。できなくてもいいじゃん。全然いいんだけど。いや回ってるよね。いいって回ってた。これ帰ってきた。あ、絶対見ろよ。回ってるから。回ってるから絶対見とけよ。回ってるからね。見とけよ。かなりディスってる。普段の昼の営業時間とかもちゃんと聞いといてね。いつの1時までだよね。マジ。なんだろう。でもそうだよね。もうかんやろ。でお前のことをめちゃめちゃ掘り下げて知りたいんだよ。いや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 。ビームを浴びてて。おっ、そうだよ。普通も最初から飲んでない。こういうとこと使ってんの。あ、じゃあこれいいね。サブちゃんに使わせてもらおう。猫娘が酒を飲まない101の理由。そんなに分かるの。いや、1個ずつ紐解いてたら30年ぐらいかかるからね。猫娘が酒を飲まない101の理由。本か、
本屋大賞じゃねえんだよ。お前、聞けよ。お前さ、タイトルの表現だけ楽しくて、うわーって、本当に最悪だよ。見てこの、この一方通行のやりとり、見てみろ、お前。チンカス野郎が。鼻もちょっと横見て。じゃあ無機的。あのね、一個からパーツが大きいんだよね。あの鼻の形も日本人離れする。そうなの。鼻大きい人チンコでかいんだよ。そうなの？そういうよ、うん。そうなんだ。でしょ。そう。人の鼻しか見ながら違う。なんか想像にも。それが俺も鼻でかい。だからでかい。でかい。太いやろ。太い。やない情報だけどね。俺は見たことあるからな。あ、そうなの。生地そう、まあ一緒にほら温泉行ったりするじゃん。あ、そうか、そうか、見るの？俺見るよ。見るんだ。ユージロー見てると思う。普通あれだよ。知らない、女は知らないかもしれないけど、男同士で風呂入ると、まず最初は洗い合うから。そう。え、そうなの。それで洗い合うから。今日はお疲れ様でした。結構洗い合う。あら、暗黙の了解で。俺も知らない。三回取る。まずは三年。はい。そして、おめでとう。いいね。ジャージーな感じがいいね。同じアホだな。踊らら、ソンソン。同じアホなら。これあの、ほんまに泡で踊ったことない。マジか。やらいっちゃいやらいっちゃいや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